です。あーあーおかえりなさい。あいつあいつめちゃくちゃ体硬いじゃん。恥ずかしいし、どんなとこでやってんのお相撲さんの股割りの時とかに使ったり。マジで伸びるよこれ。よし準備完了、歌ってきます。The only one 目が覚めるまでそばにいたいだけ、抱きしめてもう少しだけ。いやでもお疲れ様でした。ありがとうございます。いや、はい、いやこちらこそお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。です。久しぶりの新曲が完成しました、ね、たった今。今回の楽曲には新崎浦さんに、はい、あのプロデュースしてもらいました。というわけで、ごめんなさい、ちょっと呼び込み超下手だったわ。いや、全然いいぞ。新崎浦さんです。こんにちは、はじめまして、新崎浦です。ごめんなさい、硬くなっちゃったけど、はい、あの、本当に今回最高の自信作がまた一つ完成させて、だいぶ新さんのおかげで力を。いやいやいや、とんでもないです。新しい風がね。あ、本当ですか。吹いたね。吹いた。それにめっちゃ嬉しいです。めっちゃいい感じになります。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の聞きどころみたいなのはありますか。今までのうちらにないちょっとアレンジが結構いっぱいこう組み込まれてて、新イズムがやっぱだいぶ入ってる。そうそうそう。本当にですか。うん。なんかやっぱ今日ピートと一緒に来て、はい、あのやっぱ新さんのサウンドあるよね。あ、俺らだったら絶対チョイスしてなかったそのラインだったりサウンドあるし、それがなんか新しくていいよねって話をめちゃめちゃしてて、いい意味でうちらっぽくない。あ、嬉しいですね。うちらの色も入ってるんですけど、ね、でもやっぱ新しい色が結構入ってるなって。めちゃ嬉しいですよ。ありがとうございます。いやいやいや、というような感じのサウンドになってますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみに、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。じゃあ一応イッツタイムの音量感だけ聞きたいから、まあ、ピートの練習も兼ねてイッツタイム行くか。お願いします。すいません。お願いします。一曲全部、うん、お願いします。最後行ってみますか。はい。おそらく終わるんじゃないかなという感じです。よし、気合入れて、入れすぎないで。もうピートピート次第、証拠映像残るかな。気持ちいい、気持ちいい。終了ということで、お疲れ様でーす。当日もよろしくお願いします。無事、まあ、いい感じに終わったんじゃないですかね。たぶんファッショナブルな気持ちを込めたセットリストになってるんじゃないかな。やってても確信しました。みんながオンリーワンをしっかり覚えてくれるような位置づけと、それをもってしてもちゃんとこう豪華になるような。
新曲ってなんか俺的にはアーティスト側の自己満とめちゃめちゃコアなファンが配信よりも先に聴けたっていうあれでしかないと思って、新曲って意外と盛り上がんないじゃないですか。だからこそ他の曲でもしっかり楽しめるように意識して作ったって感じですかね。俺らも楽しみにしてますので、はい、楽しみにしてください。